私には人に見えないものが見えた。家族で私だけ生き残ってから、私だけが見える死の風景。唐突に訪れる死の匂い。いつも死がそばにあった。私には行くべき場所は分かっていた。私はいつもここに立っている。あと一歩踏み出すかどうか迷い続けている。手にした瞬間に許して優里もいつか行ってしまう。お母さん、you
ご結婚されないんですよね。そうな。すみません。このままでいたいと思っていた。深山に黒き差はありにし、あるいはこの世の場所にはあらぬ。
Thank you.
生き写しの絵を作る機械をお持ちとか、その者の心までも描いていただける素晴らしい絵になると聞きました。明日はお祭りだね。このままずっとここに隠れていようか。先生、行くのですね。探しているものは書斎の奥に。
先生、私は…待ってください。行かないで。
最後には一人で死ぬのだろうか。多くの友人を持っても一人で。
Thank you.
かないで、もう置いていかないで、私には何もない、何もないの。ここでは幽魂の儀式が行われていた。それは死者と生者を一つにする儀式。弔い写真はかつての絵馬の代わり、まれびとはこの弔い写真を見て惹かれた巫女と契りを結び、そして同じ箱へと入れられ、巫女たちはずっと待っているのか。とこし花嫁となること。
このものも結ばれなんだか。いらっしゃいました。麻生様がまた来られるとは、こんなにめでたいことはない。ちぎりの相手はもう決まっておりましょうな。来てくれた。やっと来てくれた。こっちこっち。
特別な柱。ずっと死ぬことはできない。でも、これでやっと終わる。来てくれてよかった。本当に嬉しかった。もう一度会えただけで、もう。私を忘れて、いいよ。最後に綺麗なものを見て終わりたい。私は兄さんを救いたかった。取り戻したかった。いえ、あの頃に戻りたかったのかも。戻ったまま時間を止めてしまいたかった。私には隔離世に行ってまで結ばれたい人はいない。お母さんにはお父さんがいる。でも私にはいない、誰も。ずっとどうしてと思っていた。でも、もういい。いいの。ないで、お願い。ええ、どこにも行かないわ。